バイナリーオプションで1億円目指せる方法を伝授したいと思います。はい、どうも、バイナリー投資塾の陽介です。で、今回の動画なんですけども、今回は1億円を簡単にバイナリーオプションで、まあ、鉄板のねトレード戦略を使えば誰でも稼げる初心者向けの仕様っていうのを伝授したいと思います。で、正直言ってこの仕様は異次元クラスでめちゃくちゃ稼げます。それにプロの投資家の中では結構流行りのものになりますので、最後まで見ていくことをお勧めします。そして鉄板仕様って呼ばれてるところなんですが、この仕様って勝率が一番低かった1日でね見た時に 89.1% を誇ってたんですね。基本的に裁量仕様って日によって勝率がすごく変動するんですよ。めちゃくちゃやっぱ高い日もあればね、もちろん低い時っていうのもあります。ただ今回の仕様って最低勝率 89.1% 起こってるので、まさに狙い通り的確にエントリーができる、そういった鉄板仕様になっております。それにこの仕様のね1回あたりのエントリーの期待値は7400円ほどあります。1日に200回ぐらいねエントリーポイントありますので、1日の期待値としては破格の148万円も誇ってるんです。このトレードを行っていくと、しっかりと1年足らずで3億円稼げる期待値を十分に誇ってるんです。正直ね、この仕様を一般公開するのは正直悩みました。ただまあ僕のね LINE 読者の方から、本当に稼げてなおかつ高勝率、そして再現性の高い仕様ってないですか、まあ、こういったね質問が1日30件ぐらい来てたので、まあ、これはねプロの投資家として何かできないかなっていうところで、この仕様を公開することに決めました。そして今回の仕様がこれだけ稼げる、まあいわば理由の部分なんですけども、インジケーターをたった2つしか使わないで、エントリー条件としてはものすごく簡単なものなんですね。再現性がかなり高いってことです。なので必ずねこの動画を最後まで見ていただいて、しっかりと習得していただきたいなと思います。ただこの仕様をね使うにあたって僕から一つお願いがあります。それは本当に稼ぎすぎてしまうため口座凍結の恐れも少なからずありますので、そこだけご了承いただきたいなと思います。ではね早速解説していくんですが、その前に僕の LINE 登録とチャンネル登録のよろしくお願いします。それではね早速やっていきましょうか。本編スタートです。はい、そうしましたら実際にチャート画面を通して解説していきたいと思います。で、今回こちらの仕様に関しては1分足を使っていきます。つまりまずチャート画面開いていただいて、こちらの M1 を選択してください。で、これ何なのかっていうと、1分足おきにローソク足が形成される。じゃあこの M5 っていうのは5分足、まあ15分足、30分足とね、それぞれのローソク足の時間を変更できるので、こちらをまず設定してください。で、それが完了しましたらインジケーターの挿入法に入っていきたいと思います。で、今回使っていくインジケーターは全部で2つです。一毛均衡表とモメンタムの2つになります。で、まず最初にこちらの一毛均衡表から挿入していきます。こちらの挿入インジケーターのトレンドの中にありますこちら一目均衡表ですね、こちらを選択してください。そうするとこのような設定画面が表示されます。で、まずパラメータのところで転換線を9、基準線を26、先行スパン B を52で設定をしてください。で、次に色の設定をしていただいて、このように設定してください。で、今回雲のみ使っていきます。つまりこちらの転換線、基準線、遅行スパンは全てノーンにしておいてください。で、こちらの雲の色に関してはお好みで構いません。自分のね好きなような設定していただいて、設定ができましたら OK ボタンを押していきます。はい、そうしましたら続いてこちらですね、モメンタムを入れていきたいと思います。まずこちらの挿入インジケーター、オシレーターの中にありますこちらモメンタムですね、こちらを選択してください。そうするとこのような設定画面が表示されます。で、まずパラメータのところで期間を14、適用価格をクローズで設定をしてください。で、こちらの色はねお好みで構いません。で、次にレベル表示をしていただいて、このように100のラインを追加してください。こちらで設定できましたら OK ボタンを押していきます。はい、そうしましたらインジケーターの挿入は完了です。ではね、皆さんお待ちかねのエントリー条件について入っていきたいと思います。はい、そうしましたらね、こちらがハイエントリーのポイントになります。で、条件としては全部で2つです。まず最初にこちらのモメンタム、こちらのサブチャートのモメンタム見ていただいて、こちらの基準線ですね、こちらの基準線を100のラインに対して下から上に抜けたポイントを確認してください。で、その際に一目均衡表、こちらとローソク足の位置関係を見ていくんですけども、こちらの一目均衡表の雲の上よりもローソク足の実体が上にあることを確認してください。で、それらを確認できたのがこちらの足、こちらのローソク足になりますので、こちらの単線の次の足でハイエントリーをかけていきます。そうするとこのように陽線が形成されておりますので、しっかりと勝つことができています。で、もうねお気づきの方もいると思うんですけど、こちらもハイエントリーのポイントです。
モメンタム見ていただいて、100のラインに対して下から上に突き抜けてますよね。つまりこちらが基準になります。その際にこのメインチャート見ていただいて、一目均衡表の雲、こちらに対してローソク足が上にあることを確認してください。それらを確認した上で次の足でハイエントリーをかけていきます。そうするとこのように陽線が形成されておりますので、しっかりと勝つことができています。で、実はここもなんですよね。ここもハイエントリーのポイントになるんですが、次の足見ていただくと陰線で負けちゃってるんですね。まあ確かにこの画面の中でね、ポイントが3つあるので、ポイント数であれば確かに多いんですけども、やっぱり負けちゃうポイントもあります。ただしっかりと期待値が取れてる仕様になりますので、そういったポイントは気にせず次の条件が来るまで待ちましょう。くれぐれも条件が一致してないポイントでエントリーしても資金を溶かしかねないので、必ず条件とは満たしてることを確認してください。そうしましたら続いてローエントリーですね。こちらを見ていきたいと思います。はい、そうしましたらこちらですね。こちらはローエントリーのポイントです。で、同じく条件としては2つです。まず最初にモメンタム見ていただいて、こちらの基準線っていうのを上から下に抜けたポイント、真ん中のラインに対して上から下に抜けたポイントを確認してください。で、その際に一目均衡表の雲、これよりもローソク足の実体が下にあることを確認してください。つまりこちらのローソク足、こちらの達成が条件が一致しているポイントになりますので、次の足でローエントリーをかけていきます。そうするとこのように陰線形成されておりますので、しっかりと勝つことができています。で、ここもそうですね。ローエントリーで条件が一致しているポイントです。次の足見ていただくと陰線が形成されてますので、しっかりと勝つことができています。で、ちなみにこの章のね、お話だけに限らないんですけども、最近ね、やっぱこの章のおすすめ通貨ペアってどれですか、このトレードってどの通貨ペアでするのが一番勝てますかっていう質問結構もらうんですね。まあ確かに通貨ペアの選び方に関する質問って本当ここ最近ねかなり増えてるんですよ。で、ぶっちゃけこういった質問、まあ本当にいろんなね方から毎日いただくんですけど、実際僕自身もじゃあ昔初心者の頃って、じゃあこの市場のおすすめ通貨ってなんだろうってめちゃくちゃ気になってましたし、まあいろんなね投資家さんに聞いたりしたことっていうのももちろんあります。ただ実際ね稼げるようになって、じゃあ今ではねこうやって人に教えられるような立場になって、そこでようやく気づいたんですけども、相場を見つつ選ぶのが正直一番だと思うんですよ。やっぱり通貨ペアを見てトレードするんではなくて、チャートを見てトレードしていかないといつまでたっても知識ってつかないんですよ。だからこそ通貨の知識をつけていただきたいんですね。ただ相場ってね、じゃあ買いたい人と売りたい人のバランスで決まるものなんです。だからこそその時その時によって相場って変わってきますし、もちろんこの通貨はこういう相場決めになりやすいとか、もちろんそういった特徴とかっていうのはあるんですけど、毎日ね全く同じ相場ってわけじゃないんですよ。だからこそこの通貨ペアだと勝てるっていう知識だったりとか、まあ、概念っていうのは除外している方がやりやすいんです。ただここ最近のねコロナ相場でもあるように、これからの価格変動に影響する要因っていうのは世界には数多くあります。で、これに関してはいつ起こるかわからないっていう部分ですし、だからこそ世界の状況だったり経済仕様に目を向ける必要があるんです。まあこういうことをねファンダメンタル分析とかって言ったりするんですけど、まあこういったこともね皆さんの要望があればお話ししていこうと思うんですね。だからまあさっき言った相場を見つつ選ぶのが正直一番大事っていう部分なんですけど、結局こういうのって経験しかないんですよ。なのでハイローにはデモ講座っていう機能があるので、これめちゃくちゃ練習できますし、そこでまずたくさんの知識っていうのをつけていただきたいなと思っています。まあ少しね話が逸れてしまったんですが、こういった知識も少しだけ入れていただいてトレードしていただきたいなと思っています。で、まあ今回のね手法なんですが、少しだけ注意していただきたいポイントっていうのがあります。今回の書ってただエントリーポイントが来たからといってエントリーをしてはいけないんです。まあ同じねエントリー条件だったとしても、エントリーしていいポイントとエントリーしてはいけないポイント、まあ期待値の高いポイントとそうでないポイントの見分け方があります。それはこのモメンタムね見ていただいて、じゃあ100とのクロスでまあ基準点をね作っていくんですけども、その際に雲が上昇であればローソク足は上、下降気味になってるんであればローソクは下にあるっていうところで判断してください。これ何が言いたいかっていうと、モメンタムって100のラインを超えた、ただローソク足は雲の中にいて少し経ってから雲を抜けるっていうようなところはエントリーを控えてください。そして目安としてね、どれくらいモメンタムと雲のズレがあっていいのかっていうと、ローソク足がそうですね、だいたい3本分であれば大丈夫です。まあこの章ってね1分取引っていうことで1分足で見ていくんですけども、3本分ってことは3分後までですね、これぐらいの差であれば大丈夫です。
まあ、もちろんモメンタムが100のラインを超えた時にすでに雲からローソク足が上もしくは下に抜けているっていう時が一番ベストではあります。なので今回見てるねポイントが一番ベストなんですね。ただまああくまでもモメンタムが100のラインを超えた時ローソク足が雲の中にいるっていう場合ですね。この時に3分経過しても雲から抜けなかったっていう場合はエントリーを見送ってください。はい、ということでね今回の動画はどうだったでしょうか。まあ一目均衡用の雲そしてモメンタムを使った手を公開しました。まあ今回の手で分からなかったことだったり何か投資に関する質問など、まあ、悩みなどは気軽にメッセージいただきたいなと思います。で本日はねこれで動画を終わろうと思いますがこちらの動画が良かったよって思われた方はぜひ高評価とチャンネル登録のよろしくお願いします。また概要欄に僕の LINE 貼っておきますので今登録していただけると今後有益な情報を渡していきますのでぜひ LINE 登録のもよろしくお願いします。で分からないことがねあればそこは何でも聞いてください。では次回以降も初心者でも勝てる簡単に稼げる手をどんどん紹介していきますので楽しみにお待ちいただければと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。